1950年代に CKD で初めて空圧バルブが発売されて以降、蓄積されたノウハウを生かした最先端の空圧バルブです。お客様の課題を解決するために最高の品質を追求しました。お客様が抱えていらっしゃる課題で特に重要と思われる次の3つに貢献することにこだわりました。1つ目はカーボンニュートラルへの対応、2つ目は生産性向上、3つ目は人手不足の解消です。この3つの課題を解決するために空圧バルブがどのように貢献できるかを徹底的に考えた TVG シリーズをぜひ一度お使いいただき、高い品質と信頼性を体感してください。TVG シリーズはエア漏れを減らすことで電力の使用量を減らし、カーボンニュートラルに貢献します。例えばメタルシールの電磁弁は、新品でもスプール部分から常時エアが漏れてしまいますので、TVG シリーズは断性体シールを採用しています。また外部漏れについては動作回数が少なくても発生することがあります。今回特にこだわったのはこの外漏れの低減です。外部漏れはなかなか気づきにくいのですが、設備が動いていない時でも設備にエアが供給されている間はずっと電力を消費してしまいます。今回特に力を入れたのは樹脂材料の経年変化によるシール性の低下を防止することです。経年変化を抑えた新しい樹脂材料を開発し、外漏れ低減を実現しました。実際に成形トライをしてみると、いくつかのトラブルが発生し、成形性の癖を使うまでは苦労の連続でしたが、樹脂流動の解析や成形条件の最適化を行い、完成させることができました。エア漏れを低減し、カーボンニュートラルに貢献する TVG シリーズを、ぜひこの機会にお試しください。TVG シリーズの開発においてこの問いへの答えを考え続けてきました。 CKD の一つの答えは長寿命と安定した応答時間です。新開発の特殊グリースと修道面の特殊表面処理により、長寿命1億2000万回を超える寿命を達成しています。パッキンが摩耗しにくく、超乾燥エア、給油エア、ドレーンエアの環境でも安定して作動します。応答時間が変化すると、お客様の設備において、チョコ底の原因となり、設備を調整する手間が増えてしまいます。バルブの作動回数が増えても応答時間の遅れが少ない、長期間設備を止めた後でも応答時間の遅れが少ないことがポイントです。メンテナンス頻度、設備の調整工数やチョコ底を減らしたいお客様は、ぜひ一度 TVG シリーズをお試しください。人手不足が深刻化する中で、熟練した保全人員を確保することが難しくなってきました。TVG シリーズは電磁弁の交換にコツがいらない、安定したメンテナンスができるようにお客様目線で使いやすさにこだわって設計しました。電磁弁とベースの間、ブロックとブロックの間をコネクタで接続するプラグイン方式を採用したことです。今回特にこだわったのは1機目サポートです。コネクタを換合する際に部品同士をガイド形状で案内するため、組み立てにコツがいりません。TVG シリーズはカーボンニュートラル、高い信頼性、使いやすさを兼ね備えた空圧バルブです。長寿命と高いメンテナンス性で
お客様の生産性向上に貢献します。